かなかないですよ。入庫したんだろう、ね、高かったですか。240。ああ、前期。前期です。状態いい方じゃないですか。なんかあれからいじったの。車高だけ下げました。ホイールも最初から入ってたんですか。これなんですか。枠19ですか。この色狙ってたんですか。かぶりたくないな。ああ確かにこれだとかぶりにくいですよね。クラウンっていう車種に乗りたくて。反対されたんで、なんで反対されたんですか。やっぱ最初にセダン乗るのがちょっと、周りの目もあるしみたいな、そう言われて。あ、じゃ あのご家族も一緒にいてみたいな感じですか。そう、お父さんが一緒に見に行ってくれて、赤ならいいじゃん、見に行ってくれて買っちゃいました。結構でも注目されそうっす、結構見られます、ね色で目立って、はい、女の子乗ってるんだけど。車保証って何入ってるの。メーカー特に分かんない。あとはマフラーは何かやってますか。これから買いたいなと思ってるんですけど、マフラー出せるところがないんですよ。下にも隠れちゃってるんですか。そうなんです。ってマジっすか。見えない。見えないんですよ。あ、じゃあ出さなきゃなんないんか。なんか加工して。音は欲しいですか。やっぱ音欲しいな。中も赤なんですよ。あれ、かっこいいじゃないですか。やっぱいいっすね、こういうところね、うん、距離は今どのくらいなんですか。距離、買った時7万ぐらいで、まだそんなに走ってない。全然走ってないじゃないですか、はい、これで擦らないですか。擦ります。やっぱ擦るっすね。さっき入る時も。ああ。これ、何でしたっけ。ヒアルディ、まだ買って何ヶ月か。12月に何日。あ、じゃあ最近じゃないですか、めっちゃ。運転しやすいですか。運転しやすいですけど、うん、普通の段差とかちょっと気をつけないとな。そうですね、この車高になってね、ヤードついてると乗って1ヶ月ですか。どうですか感想は。最初は前の感覚とかが全然つかめなくて、はいはい、その時にそのエアロやっちゃったんですよ。あ、前の機種。でもそっからはでも慣れてきて、段切りとかも友達とかに教えてもらいながらやって、はいはい、燃費が 8.6 ぐらいなんですね。クラウンってスイングするんですよね、これね。します。ね、内装も綺麗じゃないですか。内装も赤で、ね、これが珍しいですよね。そこもちょっとこだわって、うん、外装も赤だから、うん、中も赤いいなって、そこも決めたポイントっていうか。なんか中古車情報でこれが出てるっての見て行ったんですか。そうです。最初中古のあれで見てて。乗り心地悪くないですね。こんなガツガツします。いや、そんなにしないです、ね、高速だとちょっと、あ、ちょっと足回り方々、あ、そうですかみたいな。車内も静かですね。車内静かですね。普段これは毎日乗ってるんですか。これ毎日乗ってます。色で多分この美月さんってのはね、わかります。そう個性になってるから、またそれがいいかもしれないですね。この成人式のために下げたんですよ、この車高。あ、そういうことですね。なんかしたいっていうことあるんですか。これからはやっぱちょっと前下がりなんで、全部エアロつけちゃうフロントだけなんですね、じゃあね。そうなんですよ。TRGね。サイドとリアがね、出てればいいですけどね。結構高そうっすね。高いですよね。まあ、ニーチは多分これからはまだまだあれじゃないですかね。買う人増えてくるんじゃないですかね。増えますね。なんか色で差別化するってまたありですよね。ありですね。もう同じのじゃんですよね。誰が誰だか分かんないって。そうです。トラックの運転手さんとか、うん、結構見ます。
られると思いますよ。ドライバーさんもやっぱ好きな人多いじゃないですか。そうです、ね、であ、赤の虹が来たと思ったらね、女の子乗ってるみたいな。友達に言われるのは、うん、その夜に走ってるとあんまり赤って分かんないんですよ、うん、黒に見えるって言われて、昼間だと超赤が分かるんで、光が当たらないとね、分かりにくいかもしれないですね。そんなに赤赤してる赤じゃないんで、もう最初ずった時はもうちょっとショックだったんですけど、だけどなんかもう車庫端乗ってるから、まあまあそうですね、いずれは傷つきますけど、いずれは傷つくから。いや、慣れたもんですね。素晴らしい。最初の方は当てちゃいましたけど、うん。